イタリア代表の選手が国歌大声で歌ってるシーンみんな好き。で、楽しみでアサフトボールでーす。ね、なんかあの竹に狂った男たちがウォッウォッウォッって歌ってる感じで、あれめっちゃかっこいいですよね。もう僕もですね、あのユーロ見てる時にね、大体試合見て分析終わりなんですけど、あ、国歌のシーン見てないと思って、ね、イタリア代表の国歌のシーンだけ見てね、なんか結構好きな方いると思うんで歌詞までちょっと調べたんですけど、こういった感じのやっぱり勇壮な戦士たちの歌って感じなんですよね。ちょっと歌詞の中にローマのしもべって入ってるのがね、なんかローマ以外の地域の人どうなんだろうって思いつつ、まあもともとねローマ帝国の国歌だしみたいな、まあそういう感じあってね、イタリア代表って結構予選とか弱くても本戦強いみたいなのはね、なんかこういう風にね、本戦になってモチベーション上がって、なおかつこういった国家でね、もうモチベーションフルマックスで試合に入るんで、なんか戦術だとかコンディションとかもうそんな今関係ねみたいな、ね、もう目の前の敵を俺らは倒すんだみたいな、なんかそういったね、もう強烈ななんかウェーブができて試合入っていくみたいな、なんかそういった感じあるのかなっていう風に思いまして、紹介しました。日本の国家もね、まあ、素敵なんですけれども、ちょっとね、また別の種類の、うん、いい国家だなというふうに思いまして、今度よかったら皆さん、イタリア代表の国歌のシーンから見てみてください。そんな感じで始まりましたトークザフットボール。今日のテーマはこちら、イタリア代表特集、見ないと損するポゼッションカルチャー解説というわけで、はい、ユーロ2020、イタリア代表開幕戦でですね、トルコ代表と戦いまして3対0で勝利しました。もう完勝といった内容だったんですけど、そのですね、まあ、内容どんな内容だったのかっていうところをですね、まあ、今回掘り下げてイタリア代表というチームの、まあ、魅力、僕もねこの間よく生配信とかでね、あのロカテッリどんな選手なんですかっていうユーベのね移籍の噂が、上がってるので聞かれますんで、そこをね調べるためにイタリア代表見たら、あ、これいいチームだなと、ちょっとあの優勝候補としてですねフランス代表とかと同じように上げなくて申し訳なかったなって思いつつ、開幕戦でね期待裏切られないどころかですね、もう超えてくるぐらいのそういったサッカーを見せてくれたんですよ。で、それがポゼッションカルチョね、カルチョってねイタリア語でサッカーって意味ですけど、なんでこういう風にですね、あのポゼッションカルチョって僕は呼びたくなったのかみたいな、まあそういったところをですね、今回イタリア代表の、まあ、選手だったり戦術だったりですとか、いろんなところを紹介して皆さんに解説させていただきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。というわけでまずですね、イタリア代表どんなメンバーかっていうのを、ご覧ください。はい、ワイスカウトからの引用で、もうね、顔写真付きでバーってね、ポジションごとに出してあるんですけど、ちょっとね、これだけだとね、あの、なんかイケメンいっぱいいるなぐらいしか思わないと思うんで、ここからですね、あの、ポジションごとに、僕自身がですね、フォーメーションと作りました。こちらです。はい、こんな感じで、今回のね、イタリア、と言いますか、ユーロが、こう、登録人数がね多いんでこれだけのメンバーになってるんですけれども、この中でですねちょっと注目選手主に3人挙げてですね、イタリア代表がどんなチームかっていうのを話していきたいと思います。ディフェンスのまず注目選手、まあね、あのキエリーニとかボヌッチとかビッグネームなんですけど、僕はあえてですねここでスピナッツォーラを挙げたいと思いますね。まあもともとユーベでね、まあある程度活躍してて今ローマで結構怪我もあるんですけれども、この選手のですね素晴らしいところはやっぱり攻撃の時にサイドバックで高い位置を取って、そこからですね1対1を仕掛けられる、そしてですね相手を振り切ってですねクロスを上げ切れるところなんですね。相手と正対した状態からシザースなんかも使って両足でクロスを上げられる。特にですねボールを持つサッカーってボールを持って相手を押し込むと攻撃のスピードを上げにくい、スピードに乗った状態でですねスペースに走っていってクロスみたいなことではなくてですね、スペースない状態で揺さぶってサイドバックにボール来ますんで、サイドバックもウイングみたいに相手との1対1に勝ってクロス上げなきゃいけないみたいなシーンがあるんですね。なんで例えばあのポゼッションサッカーやるね、あの代名詞的な、チームのマンチェスターシティ、ペップのシティとかはですね、サイドバックを張らせないでウイングを張らせて突破力ある選手にスペースない中で仕掛けさせるみたいにやるじゃないですか。ただこのね、あのスピナッツオーラはサイドバックなんですけど幅取ったところから1対1であのポゼッションサッカーのこの押し込んだ状態で振り切ってクロスを上げられるっていう、このサッカーやる上でですね非常になんかこう使い勝手いいって言いますか、欲しい能力持ってるサイドバックなんですね。なんでね、あの怪我が多い選手なんであまりあの長年とどろいてるみたいな選手じゃないですけど、今回のユーロでねこのまま活躍してほしいですし、守備面なんかも上背があるんであんまり横の動きに強いってタイプじゃないんですが、横の動きをしなくていいように、相手が前向きで仕掛けられないように早めに寄せて前向かせないみたいな守備もできる選手ですので、ぜひとも見てみてください。で、2人目中盤の選手、僕バレッラ挙げました。まあインテルのね話するときによくこの選手の名前挙げるんですけど、イメージしやすい選手で言うとこうイタリア版デブライネみたいな感じですね。基礎技術があって、まあ、時々足元硬い時もあるんですが、何よりこの選手の素晴らしいところはビジョンです。あのボールを持った選手へのサポートの仕方、自分自身がボールを持った時にどこにボールを送り込んで次に自分がどういう動きするかっていう、そういったねビジョン、この後どういう絵が見れたら、どういう絵を描けたら得点につながるかみたいなのをですね
頭の中に描いてそれを実行できる、そのね、スピードと精度が高い選手です。なんでこういった選手をサッカー上手いって言うんだろうなと思いまして、守備においても危険なポイントを抑えるみたいなね、上背がある選手じゃないんですけれども、クロスの対応で中盤から下がっていって、センターバックとサイドバックの間弾き返すみたいな、そういったこともできる選手なので、常にね、頭の中フル回転させて、どういうサッカーしたら相手が嫌がるかみたいなのをね、やってそれ実行して得点につなげる、失点防ぐみたいな素晴らしい選手なんで、これも見てみていただきたいと思います。で、3人目。これはもうインモービレにしました。ほんとね、イタリア版上田綺世っていうか、上田綺世が日本版インモービレみたいな。ほんとボールの引き出し方のバリエーションが豊富で、プラス、なんか元々の、なんかこう、感覚的なところも優れてるんでしょう。そこにね、ボールがよく転がってくるって分かったね、みたいなシュートとかですね、その動き方されたらセンターバック捕まえきれないわ、みたいな、ね、外行って、内行って外、みたいな、そういったね、駆け引き繰り返して、ボールを呼び込みますので、インモビレ一人で、ゴール前に孤立してるみたいなね、これだとさすがに厳しいだろみたいなシーンもよくあるんですけど、それでもゴールに結びつけてしまいますし、またね、後ろから上がってくる選手を使うね、落としのパスなんかを見せるときありますので、このインモビレがですね、トップにいて、その控えにベロッティいるっていう、このね、ベロッティも守備面ですごい働き者なんですけど、攻撃面でもですね、時々スアレスみたいな理不尽なゴール決めるみたいなこともできる選手ですので、すごい層が厚いと思います。で、こういった、どんなルンマいてね、説明不要なキエリーにボヌッチがいて、ボールをね、触らなくても、動かせるって言いますか、チームに必要なボールの動かし方を指示しながら、こう素晴らしいリンクマンになれるジョルジーニョがいて、バレンラいて、ゆうべ狙われてるロカテッリ、怪我から戻ってこれたら、ボール失わないベラッティがいて、今言ったインモビレがいて、みたいな。で、両サイドには、ね、内に入っても、ハーフバイタルで受けられますし、外に張ってもファジーゾーンで相手のサイドバックと1対1仕掛けられるみたいな、そういったね、サイドのウィンガーはベラルディと、インシーニが揃っていますので、こういったイタリア代表ですね、もうこれ聞いただけで選手のね、この特徴を知るだけでワクワクできるチームだと思います。で、こっからですね、さらに深掘りしてレオザフットボール TV なんで戦術面の話いきましょう。戦術面、まず守備からいきたいと思います。はい、こちらご覧ください。イタリア代表青の方にしまして、上から下に攻めるチームが、今回のトルコ代表だったり対戦相手のチームだと思ってください。でですね、守備の仕方、4-1-2-3、4-1-4-1 がこれがベースになりまして、ハイサード、ミドルサード、ローサード、ピッチをね、横に3分割して、そこでね、守備の仕方が結構違います。まず前からのね、ハイサードの守備の仕方は、キーパーがボール持ってて、相手のセンターバック開いた時に、ね、トップの選手がですね、ボール出ていったところについていって、そこからね、横パスに対してサイドを切るみたいなね、そういったパターンもあればですね、この状況の時にロカテッリが一列出ていって、アンカーが上がってみたいな、こういった、4-4-2 のね、こうハイプレス状態みたいな、そういった形も用意しています。で、ここからですね、中盤まで、相手のコンビネーションだったりとか、前に蹴った後の回収とかで運ばれてしまった場合、ミドルサードの守備ですね。そういった時なんですけれども、基本4-1-4-1で、ボールがあるサイドの方にですね、人が寄ります。なんで、サイドバックの選手ボール持ってたら、ウィングが出ていって、近い方の選手をですね、サイドバックが出てきたりですとか、インサイドハグ、近い方の選手が見に行って、で、アンカーの選手もずれて、逆サイドの選手もずれて、こういう風にね、こうゾーンで、近い方は人を捕まえて、逆サイドは一人で二人見れるような、そういったね、中間ポジションみたいなのを取って、サイドを変えさせないように、フォワードの選手もですね、同サイドの選手を抑えるみたいな、こういった守備をしますね。そしてこの状態で運ばれてしまう場合、結構ですね、この中盤のね、インサイドハーフとアンカーの間、こういったところを使われてですね、相手がボールを受けるみたいな状況になりますので、この状況になると一気に撤退して、4-1-4-1で、その時の状況で4-1-4-1で守るか、インサイドハーフのどっちかが残ったり、ウィングのどっちかが残ったりとかして、4-4-2に移行するか、みたいな、そういった形で、キーリーにボルッチ、ジョルジーニョ、この辺が中心になって、周りにコーチングしながら、スペースを奪いつつ、相手をですね、サイドに閉じ込めて、クロスを上げられたら、逆サイドの選手も絞ってきてますんで、フォーバックなんですけれども、中央に人数がいないっていうことがなく、ちゃんと左からクロスを上げられるときは右サイドバックが絞る。イタリアから見て右からクロスを上げられるときは左サイドバックが絞るみたいな、こういったね、イタリアのこの、カテナチオ的な、ちゃんとつるべの動きをしながら危ない中央は抑えて、優先順位の低いポジション、ポジションというかエリアですね、優先順位の低いサイド、逆サイドのエリアを開けといて、またみんなでスライドするみたいな、そういったね、こう説明すると基本に忠実なんですけど、その基本をしっかりできる、そういったね、ポイントを抑えて周りを動かしながら、自分もマーカーを見失わないみたいな、そういったことをできる選手が揃っていますんで、イタリア代表のね、この基盤といいますか、文化が受け継がれてるチームだなと思います。こういう風にね、いろいろ、褒めまくったんですけれども、ね、危ないポイントで言ったら、さっきちょっと言ったアンカーの脇のポジションですね。なんでかっていうと、前にね、インサイドハーフが出ていくと、瞬間的に縦関係になってこういったところが開きますし、またね、
ボールがある方のサイドにさっき寄るっていう、こういった話しましたね。これがやっぱり人がやることなんで、寄ってる間にどうしても空いてきたりするんですよ。なんで、縦に入れられた後のこのポストプレーで落とされた時に、まあ他の選手が上がってきて、こういったところで回収されるとかですね、揺さぶってくさび入れられたところとか、ね、結構ね、この動画作るために、ユーロ前の試合とかも見返したら、リトアニア代表とか、ね、結構小国みたいな感じでですね、なんかね、守ってカウンターみたいなのをイタリア代表狙うのかなと思ったら、めちゃくちゃ揺さぶってポゼッションでですね、イタリア代表のこういったところを炙り出して使っていましたので、なんでそういった、ちゃんとポゼッションして左右に揺さぶって、このイタリア代表の同サイド圧縮の守備をこう崩壊させるみたいな、まあそういったチームに、当たると、イタリア代表、ね、まあ脆さと言いますか、すごい苦戦する場面も出てくるんだろうなというふうに、そういうふうに思いますね。あとは単純にこういったね、ライン間に現れる、このスっていうふうに現れる動きが上手い選手、まあ調子のいい時のアザールだったりですとか、まあフランス代表だとグリーズマンだったりとか、ね、そういったね、間に現れるのが上手いスター選手みたいなところに、こうキエリーニ、ボヌッチが、ね、どう対応するのか。出ていった時にイタリア代表の場合、それでね、4バック出ていって残りの3バック絞るみたいな、こういったのすごい上手いチームなんですけど、それでもね、こういった、この戦術のね、こう整備された部分を破壊できるのがこの力でサッカーの、楽しみなポイントですので、決勝トーナメント行った後にそういったね、スター選手と当たった時の、このね、ディフェンスの老快さが勝つのか、それを上回る破壊力を持った選手が現れるのか、この辺もね、ユーロの注目ポイントといいますか、楽しみなところです。で、ここから攻撃面の話、これイタリア代表ですね、守りはいいだけじゃなくて、攻撃においても初期配置、二次配置、これをしっかり分かってる、この本当、現代フットボールの、このね、名将が抑えるべきポイントを、イタリア代表のマンチーニ監督も抑えてるんだなというふうに思いまして、ここから動くフォーメーションズで紹介します。はい、直近のですね、トルコ戦ベースに紹介したいんですけれども、これですね、4-1-2-3 のこの基本のフォーメーションズから、まあ、トルコの守り方、4-4-1-1 と、まあ、4-1-2-3両方使ってたみたいなね、そういった、まあ、状況によってみたいな感じなんですけど、基本的に4バックで、まあ、その前に中盤がね、4枚、5枚いてっていう、まあ、そういった、まあ、ライン間を使いやすいような、まあ、そういった形なんでね、ちょっと一回、トルコ代表をですね、イメージして、これ一回出させていただきますと、まあ、こういった感じで、まあ、トルコ代表、いるとするじゃないですか。これに対してイタリア代表をどう攻略するかっていうと、このね、トップの選手、インモビレがこういったところで駆け引きをして、センターバイタル、このね、ディフェンスラインの、中央のね、前あたりと裏の駆け引きインモビレがして、TC ね、サイドからこう入ってきて、左ハーフバイタルを取ると。で、ベラルディは基本的に右に張ってて、でも時々中入っていくんですけど、基本的にこういった位置です。で、ここからですね、さっき言ったようにスピナッツオーラが左高い位置取って、ね、サイドの高い位置で仕掛けられる選手なんで、ここを取ると。で、このね、右のハーフバイタル、ここはね、バレッラが取ったりとか降りてきたりとか、こういったところを行き来するようなポジションですね。で、中盤の2トップをですね、こういうふうに間収縮させて、このフロントエリアでボールを受けつつ、相手のね、前のプレス行きにくい状況にする選手、ジョルジーニョと、まあ、ロカテッリで。で、この後ろにね、3バックの形で、こう、4バックから左肩上がりの回転で、こういう形になる。これがですね、イタリア代表の二次配置なんですね。ディフェンスの時にさっきのようにね、4-1-2-3になってたところから、左肩上がりでスピナッツオーラが左のファジーゾーンを取って、右はベラルディが取って、ただベラルディが中に入るときは、こういう中入るときは、フロレンツィ。もともとね、サイドハーフの攻撃力売りにしたサイドバックみたいな感じなんで、ただベテランになってバランスも取れるんでこの役割ですけど、こういう風になって。その時はボヌッチがこっち行って、キエリーにここ行って、ロカテリが下がってきて、こういうね、左の低い位置でロカテリビルドアップして、長いパスなんかも得意なんで、こっからのビルドアップ力活かすみたいな。基本的にはですね、こういう風に適材適所に選手がいるような、まあそういった形を常にね、持っといて他の手も持ってるみたいな感じなんで、選手のね、素材を活かす戦術っていうのをですね、ちゃんとチームに落とし込んでるって言いますか、まあ選手の素材を活かした結果それが戦術的に機能してるみたいな、まあそういうね、本来の戦術の目的、選手のね、いいサッカーをするための難易度を下げてあげる、やりやすくしてあげるっていうのをですね、きちんと、まあ、攻撃面においてもできてるってところが、マンチーニっていい監督なんだな、みたいなね、マンチーニが成長したのか僕が知らなかったのかわかんないですけれども、ね、あんまりね、こう、マンチーニの戦術を先で追ってみたいなのを、この、仕事始めてからしたことがなかったので、今回すごくね、勉強になって、また尊敬できる監督が一人増えました。で、最後はですね、注目ディテール。ね、この、神は細部に宿るって言葉ありますけど、今言ったような戦術だったり、選手の良さ、これをですね、活かすには、本当に細かいんですけど、その細かいところにこだわらないと、結果につながらない。ね、
1個のチャンスを2個3個に増やすような、まあそういったディテールっていうところにこだわることがサッカーってすごい重要なんですね。で、そのディテールへのこだわりが見えた部分、このイタリア代表のサッカー多いんで、それをね、2つ、シーンを画像を使って紹介します。はい、まずこれなんですけど、このユーロの開幕戦、トルコ戦のですね、35分のシーンですね。右から左にイタリアが攻める場面でですね、これ右サイドでボール持ってるシーンで、左のセンターバックのキエリーニ、ここまで上がってきてます。ジョルジーニョ、アンカーの選手がここにいますね。なんでアンカーの脇までセンターバックがね、ちょっと上がりつつある状況で、次のシーン、はい、ジョルジーニョからですね、ちょっと降りてきたインシニエにボールが入りまして、その横までキエリーニが、まあ、オーバーラップと言いますか、ポジション上げてます。これが大事なんですよ。これですね、キエリーニがここにいない状況を、想像してほしいんですけど、キエリーニがいなかったらこれしかないですけど、キエリーニがいるおかげでこっちのパスとかもう一個ね、もうこのボールの出る起点が増える、横パスしてもそのまんまね、確率が増えるっていう、まあ、そういった相手にとってはですね、抑えなきゃいけないポイントがここに上がってこられることによって増えるんですね。これが今ね、中央にボールある状況ですけど、右サイドにボールある時もキエリーニ高い位置を取って、そこからね、一個飛ばしのパス、右のセンターバックだったり、右にクロスロールしてる選手だったりとか、ね、右のサイドバックだったりとか、そういった選手から一個飛ばしで左のセンターバック、キエリーニまでボールが行くときにですね、ボールを受けたときに相手は寄せてこれないけれども、ただ自分は一個持ち上がって、フォワードの横を一個持ち上がって、縦パスを入れられる状況までちゃんと位置を上げてるんです。なんでそれによってですね、イタリア代表にとってはこのパスの角度が増えて、攻撃がですね、すごく厚みが増すものになる。で、この後ですね、インシーネ仕掛けて、シュートを打って失敗してしまうんですけど、ここにいたキエリーニが回収して、もう一回インシーネにボールを渡して、もう一回シュートしたと。なのでさっき言ったように、こういったディテールこだわることによって、キエリーニちゃんと上がって回収もできて、角度も増やせるっていう、そういったポジショニングを取ることによって、チャンスの数が1回から2回に増えるっていう、こういったね、キエリーニの守備ばっかり注目される選手ですけど、攻撃の時の味方に選択肢を増やしてあげる、チームのね、攻撃試行回数を上げるポジショニング。キエリーニ自体ね、ペップ出てきてからもうディフェンダーが攻撃のことばっかり考えるようになって、基礎おろそかになったって言ってるんですけど、その攻撃をね、ちゃんとできてるキエリーニ。否定してるんだけど、否定してることもちゃんとできるっていうか、否定っていうか何ですかね。それは重要だっていうこと分かってて、基礎も忘れるなって言ってる、本当ディフェンスのね、本当鏡と言いますか、本当先生みたいな、そういったポジションの選手なんで、フィジカル的には衰えてるかもしれませんけど、キエリーニから学ぶこともめちゃくちゃ多いなと思って、今回ちょっと紹介しました。で、次のシーン。はい、このシーンですね、今度ですね、左のですね、スピナッツォーラがボールを受ける瞬間のシーンですけど、ここからですね、先ほど言ったようにスピナッツォーラ自分で仕掛けてですね、クロスを上げます。はい、で、クロスを上げて、ね、マークついてきた選手のですね、かわしては上げれたんですけど、内側の選手に引っかかってしまいました。で、次のシーン。はい、で、回収した選手がボールをクリアして、今、ボールここにありますね。なんでこのシーン取り上げたか、ちょっと皆さん、わかりますか？ちょっとしたクイズです。ちょっと、数秒考えてみてください。はい、これね、何がすごいかって言いますと、トルコクリアするとき、白がイタリアの選手です。これね、トルコのこの選手、この選手、この選手、こういった選手、全部にマークついてますよね、イタリア。そうなんですよ。相手ボールになった瞬間に、さっきね、この辺りで、トルコが止めて、そこからクリアしたんですけど、もうね、止めて次の選手、ボールつなぎたい選手に、もうね、前線にいた選手が切り替えて、守備で寄せていってますし、そこからじゃあ1個縦につけようとしても、この選手にパスが行く頃にはこの選手が詰める。この選手に行く頃にはこの選手が詰める。この選手にパスが行く頃にはこの選手が詰めるっていう、そういったね、守備に切り替わった時の、このネガトラの時の意識と、そこのリスク管理をポジショニングの緻密さ、それを持っていて、これでね、相手はロングボール蹴るしかなくなって、はい、このように、こういう風にね、イタリアの選手、1人に対して2人残ってますし、キエリーニが回収していると。このイタリアのポゼッション。ただね、ボールを繋ぐだけじゃなくて、ボールを繋ぎきれなかった時だったり、相手ボールになった時のリスクをちゃんと管理して、まあ、そこでもう一回ね、奪ったら、再攻撃できますから、そういったイタリアのね、守備の文化っていうのを取り入れたポゼッション。だからですね、僕は今回ね、タイトルをポゼッションカルチョっていう風にしたんですね。ただ、スペインだったりとかそういったところ模倣じゃなくて、ボールは繋ぐんだけれども、その繋いだ先の守備、そこにこだわってる。これはね、もう守備の国、イタリア、カルチャーの国だからこそできるサッカーなんで、ポゼッションカルチャーだなっていうふうに、そういうふうに思いました。で、最後にワンポイント付け加えたいのは、ちょっとね、ポゼッションがいい意味で消極的なんですよ。コンテインテルとかに代表されるように、さっき言った、このね、中盤の間、こういったところにですね、こう、ね、5エリアに5人が陣取って、ここにね、パスを刺してみたいな話しましたけど、ここに刺した時にですね、当然相手はライン間なんで、こう収縮してきて奪うってことあるじゃないですか。なんで、つけれる時までですね、外で回すんですね。なので、常に5人がここいるっていうよりも、誰か降りてきて、こういったところで、
相手のブロックの外で回しながらつけれるタイミング探して空いたところにずれて他の選手入ってってみたいな、まあそういったのをしますんで、リスク管理に重きを置いたポジション、最初言ったドンナルンマのね、危ない時には蹴るみたいなのもその一個だと思います。むしろちょっと色気出したアディショナルタイムのちょっとポワーンってしたボールのロブボールの時に、まあ相手にね回収された危ない試合ありましたから、なんでね、ちょっと話戻すと、そういったきちんとリスク管理したポゼッションなんだけど、攻撃でね、必要なところに必要な選手がいるっていうことができてて、ただそれで失った時にまたリスク管理ちゃんと考えてるから回収もできるみたいな、今までのポゼッションフットボールにですね、より一層、まあ現実的と言いますか、結果につながりやすい思考をですね、持ってる、ほんとイタリア式ポゼッションサッカー、ポゼッションカルチャーだなっていうふうに思いましたんで、ちょっとこの解説をですね、聞いてイタリア代表を見たくなった皆さん、ぜひともこのね、ユーロの期間中に見ていただけたら嬉しいです。楽しい動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。